ワサプスみんな、どうも、ギフライターともです。今回はね、前にゼロギアスがついてきた遊戯王ラッシュデュエルルーク編みたいなやつの単行本が出てたんですけど、それの第2巻が発売するということで、それのね、付録カードも判明しました。その名も、総魂竜ガイギアス。でね、一応カードの画像は無断転載禁止ということだったので、こちらに画像は載せれないんですけれども、こんな感じのカードになります。はい。ゼロギアスもそうだったんですけど、ブリーチのホローっぽい感じの見た目のモンスターです。もうこれ悪魔族でもいいんじゃないかぐらい正直マガマガしかったです。闇属性レベル7で2500、1500。まあこの辺はギアス一家と同じですね。手札1枚墓地へ送って発動できる。自分フィールドのこのカードを墓地へ送る。その後、手札のモンスターレベル7ドラゴン族一体を自分フィールドに表側攻撃表示で特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの攻撃力はターン終了時まで1500アップする。はい。ということで、簡単に言うと、火力4000のドラギアスが飛んできます。と思ってくれれば、だいぶ脅威なんじゃないでしょうか。パッと見て、こいつめちゃめちゃ強いです。4000のドラギアスが飛んでくるってだけで、みんな恐怖、おののき、枕も涙で濡らす日々が続くんじゃないでしょうか。強いんですけど、唯一こいつの、まあ、ちょっと懸念点というのが、こいつ自身も何かしらでやっぱり場に出さなきゃいけないので、普通に召喚することが多い。上に特殊召喚もするということなので、永久凍結や落とし穴系のトラップカードだったり、マジカルテッドショックといった特殊召喚妨害も割と食らいがちになってしまいます。2段階召喚、特殊召喚を踏まなきゃいけないっていうのが、ちょっとデメリットではあるかなと思うんですけども、それを突破した暁には4000のドラギアスが、ファーストアタック、セカンドアタックと。これもうね、テンションドラギ使ってる方だったとしたら、もう4400貫通の2回攻撃。いや、無理。下手したらワンターンキルやれるんちゃうぐらいのパワーを誇る、総魂竜ガイギアスが単行本2巻の付録についてくるみたいです。もうドラゴンというか若干人の要素入ってきてるゼロギアス、このガイギアス。なかなかね、僕の好みには刺さってるので、すごくかっこいいカードになってます。ツイッターではちゃんとした画像を見れるので、ぜひね、ご覧ください。高評価、チャンネル登録もぜひぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。